このボーカルラインを聞いてピンときた方も多いはず。それではスペシャルゲスト1組目、カモン超ゼロリーウェッカーバンド YO! 5歳で寝つけてちょうどスポットライト浴びて登場。我ばかりになる会場、その前からすでにエンジンは始動だ。メッセージだらけのメッセージ、ピンポレーテオロジスのほど、スタラガシンはここ超ゼロリーアロングでヒーロー。国章の瞬間を送るべく、会ったこともない2人がこの通り、名も知らぬ通りでこの通り、雨に打たれながらパーキングへ終わらず泣き続くストーリー、カールが変わっていくように。生きてりゃどうにかなんだ、遠慮すんなお前。